どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、メズム東京に来ております。本日はですね、チャプター2キングベッドの、バルコニー付きのね客室に今回ね宿泊させていただいてるんですけども、今日はね、隅田川の花火大会の当日ということで、このねメズム東京オープンしてからですね、この隅田川の花火大会っていうのはずっとね中止になってたんですよね。ですので2023年7月29日本日が初めてのこのねメズム東京が開業してからはね隅田川の花火大会ということで、本日はですねこのメズム東京からですね、どういった感じでね花火がね見られるのかっていうのをですねお伝えねさせていただければななんていうふうに思います。で、私ねこのチャプター2の客室っていうのはね初めてね宿泊させていただいて、正直ねチャプター1のね客室ありますよね、あんまり変わんないと思うんですけど、ちょっと広いんですけども、ほとんどね変わってる部分はないかななんていうふうに思うんですけども、ルームツアーね行きたいと思います。それではね今回の客室は1829ということで行ってみたいと思います。今ね中から外に、ね、出てきたわけなんですけども、客室の全体はねこんな感じになっております。どうでしょうかね、チャプター1と正直ね平米数はね2、3ぐらいしか変わんないんで、そこまでね変わってないと思うんですけど、ちょっとねソファエリアが、気持ち広いかなぐらいですかね。では、見ていきたいなと思います。メズム東京といえばねこのピアノですよね。はい、こちらはね全室に、装備されているということで、こちらにねこれはオブジェのねカバンです。はい、中に特に何も入っておりません。で、今回ね家族で来ておりますんで、子供用のねアメニティとかを用意していただきました。で、こちらですね、コーヒーセットとサルタヒコのコーヒーがですねセットされておりますね。はい、もう変わったのかな、もう変わってんのかもしれないな、いや変わってないですね。サルタヒコのコーヒーがセットされて、こういったねドリップのやつもあります。で、お水が3本無料で、よいしょ、こちらですね、ここにねコーヒーと、あとね紅茶と、あとこちらミルキーですね、これもね全部無料で利用することができます。で、またですね下にね冷蔵庫があるんですけども、こちらのねオレンジジュース等々も全てね無料です。よいしょ、オレンジジュースとお水と、ビールですね、はい、こちらも全部無料で利用することができます。これは本当にありがたいですよね。で、こちらに抹茶を立てるやつとかねあります。あとグラスとかね氷入れるやつもありますね。で、下に何もないですね。あれ、ケトルとかなかったか、ケトルは上に出てるんですね、失礼いたしました。はい、こんな感じですね。で、こちらに空気清浄機とソファーエリアが広がっております。で、ベッド見てみましょうか。はい、こんな感じです。やはりね大きくていいですね。はい、ちょっとベッド周りがちょっと違うのかな、こんなクッションがなかったような気もするんですけども、気のせいかもしれません。で、こちら側にタブレットですね。これね、前回もう3年前の時とかねレビュー動画でやりましたけども、このタブレットでね全部で、ルームコントロールとかね利用することができます。あと、ここら辺に東京ウェーブス、はい、メズム東京のショーケースとかもね書いてありますね。で、コンセント類はどこにあるんだっけな、ここになかった、反対側かな、はい。で、ここにライトがあって、ここにベッドライトとかねありますね。で、反対側行きましょうか。で、反対側です。こちら側にねコンセント USB タイプ A と AC ですね。あと電源操作とかねやつも全部あります。で、ここにねペンとかメモ帳、電話とかねあります。こっちの引き出しには非常灯とかね、こういうねレターセットみたいなのもありますね。ではね、こちらが洗面台です。メズム東京といえばこのね青い本ですよね。はい、アメニティセットがこちらに、ヒゲ剃り等々ね全部揃っております。これはねここだけはアメニティセットで、この外見はね持って帰っちゃいけません。で、こちらに雪肌精のねやつとか、ボディミルクでハンドソープとかね置いてあります。で、正面にね大きい鏡があって、で、下にねバスタオルとかねあります。体重計とかもねありますね。で、ドライヤーがここにあります。ドライヤーは多分そんなにめちゃくちゃすごいみたいなドライヤーではなかったと思いますね。こちらですね、こちらのドライヤーです。で、下に体重計がありますね。で、正面突き当たりにはバスローブがあって、ちょっと私の荷物が置いてありますけれども、こちらにね、荷物置く台とか金庫で、こちらにアイロンですね。で、こちら側にスリッパですね。
はい、スリッパと靴磨きかな、はい、ありますね。あとクリーニング系のやつもあります。でクローゼットにはハンガーで、こっち側にアイロン台とかね、であとねサンダルみたいなのも置いてあります。で隣がトイレですね。はい、こちらがトイレです。すごいおしゃれな感じでいいですよね。でではバスルームです。スケスケのねバスルームになっておりまして、はい、ガラス張りになっております。これね、あのプライバシーがね保たれないように見えるんですけども、ここはね全部閉めることができますんで、はい、ここでねプライバシーが保たれる感じですね。で中に入ると固定式じゃなくて可動式のシャワーと固定式があります。でアメニティはこちらですね。はい、まあ備え付けのものがね3本ついてます。まあ、これがボディウォッシュコンディショナー3部っていう感じで、バスタブはこんな感じです。大きいですよね。メズム東京の、ね、バスタブは本当に大きいですね。でこちらに入浴剤がね入っております。まあ、こんな感じでしょうかね。はい、ではね景色を見に行きましょうか。では出てきました。こんな感じでねバルコニーがあります。いやいいですよね。はい、椅子もねちゃんと用意されておりまして、このバルコニー付きの客室だとこのね椅子が配備されている感じですね。前もねチャプター1の時にあのバルコニーのねついてる部屋客室泊まったことあるんですけども、椅子とかね確かなかったと思いますんで、多分これが違いかなっていうところですね。でこちらねライトがあるんで、これは夜になったらねつくっていう感じですかね。はい、ということでこちらが景色ですね。いやすごいですね。ちょっとねズームして見えるかどうかっていうところあるんですけども、これはすごいですね。本当に真正面にスカイツリーがあって、まあ、下にね浜離宮とか、そのままね隅田川も、こっちか、はい、こっちにね隅田川とかも、楽しめると、いやすごいですね。まあ多分ね、まあ、ホテルの方もね多分見えると思うんですけども、まだあの実際にねあの上がってるところを見たことがないので何とも言えないっていうね部分があって、まあ、ここのね先の、ね橋が10個分ぐらい先のねところで上がるっていうことですんで、まあ、どんな感じで見れるんですかね。非常に楽しみですよね。いや景色としては本当にめちゃくちゃいいですね。はい、こちらが浜離宮ですね。でそのね向こう側に見えるかな、ちょっとね見えるかどうかわかんないですけども、この真正面のビルがコンラッド東京ですね。コンラッド東京からどうなんですかね、見れるんですかね。はい、これも今度ね検証してみたいところではありますよね。はい、という感じになっております。いや非常に眺めがいいですね。はい、ということでこんな感じになっております。はい、ということで今回ですねメズム東京ホテルの、チャプター2、ワンキングベッド、ガーデンビュールームですね、今回ね一泊宿泊させていただいております。で今回ですねもうね私のメズム東京のレビュー動画って本当にねオープンして半年後ぐらいでしたので、まあその当時はねラウンジが使えたりとかね結構ありまして、今とね結構変わってるんですよね。ですので今のねプラチナステータスの特典はまずねラウンジは今ね利用することができません。前回ね、マリオットの動画でねちょっと話したと思うんですけども、ここのクラブラウンジはもうねプラチナステータスで利用することができなくなって、2023年の7月現在はですね会員制のクラブになっております。8月1日からですね今後はこのメズム東京の宿泊者の方ね誰にでも利用することができるバーみたいな感じになります。完全予約制っていう風になっておりましたんで、まあ、この点は注意していただきたいんですけども、カバーチャージがね入室料金として1500円で、またね都度料金でお金があの飲み物とか食べ物を頼んだらねかかるっていう風になりまして、2023年の8月1日以降はですね宿泊者であれば誰でもね利用することができるバーみたいな感じになりますんで、クラブランジだったエリアは非常にね眺めがいいので、もしねこのホテル宿泊する際はぜひねあの一杯でもいいんでねドリンクいただいてみていただければなと思います。で今回ですね私はねこの客室をねあのポイントで宿泊させていただいておりますので、アップグレードはねなかったっていう感じですね。でレイトチェックアウトはですね明日ね13時まで利用することができます。またねプラチナステータスということで明日ねあのレストランで朝食がね2名分無料で利用することができます。まあプラチナステータスのね特典としてはこういった形になりますかね。他に多分ね特典はなかったと思いますかね。はい、アップグレードもございませんでしたので、まあ、こういった形になります。ということで今ね夕方の3時45分、まあ夕方って言わないか3時45分ですので、花火大会がね7時からということで、またね7時ぐらいになりましたらね動画ね回したいなと思います。ということでしばらくね
ゆっくりさせていただきます。それでは午後7時を過ぎました。もうね、上がってもいい頃なんですが、どうでしょう。あー遠いちょっと遠いですね。見えましたかね、今皆さんのレンズで。これです。スカイツリーの左側にね、ちょっと上がってんのが、これが花火ですね。いやー見えますけど、ちょっと遠いですね。そしてね、まだかなり明るいんでね、なかなかは綺麗みたいな感じでは見れないですね。ということで、しばらく楽しんでください。ね、あそこまで行ったらすごく綺麗かもよ。そうだね。向こうに果てしんでた。それではね、花火大会が終わりました。いかがでしたでしょうかね。いや正直ですね、肉眼だとね、もうちょっと近くにはね見えてるんですけども、すごいね、めちゃめちゃ見える、すごい綺麗みたいなね、まあそこまではですね、正直ね、見えないかなっていうところですかね。まあちょっと遠くにね、打ち上がってんのは確認できるんですけども、あの音とかね、そういったものはね一切聞こえないっていう風になりますんで、まあ最後の方とかね、結構大きめのね花火があった時はわーみたいな感じにはねなるんですけども、ちょっとなかなかね、あの厳しい部分はありますかね。で今回ね、隅田川の花火大会ね、私このメズム東京のねバルコニーからあの参加させていただきましたけども、コンラット東京からね見てる方もねいらっしゃったみたいなんですけども、コンラット東京はやはりね確認できないみたいなので、やはりね、まあ見るんだったらまあこっち側かなっていうところですかね。こっちにしてもね、すごい綺麗に見えるっていうわけではございませんので、まあでもね、このバルコニーからですね、椅子に座ってまたね、あの客室のビールとかもね無料ですので、まあお酒飲みながらね、まあ軽く見たいっていう方はですね、めちゃくちゃおすすめっていう風になりますんで、まあ私はね、今回あの家族でね参戦させていただきましたけども、非常にね、いいね体験になりましたので、もしねちょっと遠目でもいいやっていう方はですね、利用ねしてみていただければなと思います。もうちょっとね、あの望遠のレンズとかねあったらね、すごい綺麗に写せたかもしれないんですけども、ちょっとね私のカメラではねちょっと限界でしたね。はい、ちょっと遠くに映るぐらいでね、ちょっともうちょっとね綺麗な映像をお見せできればねよかったかななんていうふうに思うんですけども、まあ今回ねこういった形になります。まあ興味のある方はですね、ぜひねこのね、浜離宮側のね、ビューをね、ぜひ、あの、リクエストしていただいて、利用ね、していただければなと思います。ここね、あの、浜離宮側のガーデンビューなんですけども、このガーデンビューじゃないと、このね、あの、スカイツリー方面がね、見えないっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。